ノーベル賞受賞の大きな理由の一つとして挙げているのが、検査を可能にしているということでした。過去ウイルスを体から消すのが本当に大変だったということを知っていたので、その効果があまりにも高くてびっくりしたことを覚えています。ウイルスの名前にルナってついてるときは RNA ウイルスで、ドナってついてるときは DNA ウイルス。こんにちは、ステラメディックス代表、獣医師でジャーナリスト、星義孝と申します。前に2021年のノーベル生理学医学賞のお話をしたんですけれども、結構ノーベル賞って日本人が受賞した場合にはその研究が国内で多く紹介されるので内容がよくわかるんですけれども、海外の方が受賞した時ってなかなかその内容がよく見えてこないっていうことがあると思うんですけれども、インパクトの大きなノーベル賞の研究について深掘りしてみたいなと思いまして、動画の中で過去のノーベル賞の研究について順次ご紹介していこうというふうに考えました。今回は2020年の C 型肝炎ウイルスの発見についての受賞について解説していきたいと思います。2020年は共同受賞者3人いらっしゃって、ハーベー・ジェイ・オルターさん、マイケル・ホートンさん、チャールズ・M・ライスさんという3方が受賞されました。 C 型肝炎ウイルスは私自身2000年代ぐらいによく取材をしまして、当時はなかなか治療が難しくって、インターフェロンだとかペグインターフェロン、リバビリンなどの免疫を強めるような薬を使ってごく一部の方がウイルスを排除できるっていう状況で、なかなかウイルスが体から消えずに最終的に肝硬変という肝臓の機能が悪くなる状態になって、場合によっては肝臓癌になる方も多くいらっしゃって、治療が本当に難しい時期がありました。2010年代に入って全く新しいウイルスを直接攻撃する薬が出てきて、一気にウイルスを体から消す治療が可能になったんですね。私は最初それを学会発表で見たことがありまして、過去ウイルスを体から消すのが本当に大変だったということを知っていたので、その効果があまりにも高くてびっくりしたことを覚えています。そんな C 型肝炎ウイルスですけれども、その特徴は体の中の肝臓に長期にわたって感染を続ける、そういう特徴を持ったウイルスです。肝炎ウイルスにはいくつか種類があって、 ABCDE などあるんですけれども、かつては A と B がよく知られていて、 C 型肝炎は非 A 非 B ということで、 A でも B でもない肝炎ということで呼ばれていた時期がありました。これ面白いことに、肝炎ウイルスって言っても実は種類が全然バラバラでして、A 型肝炎というのはピコロナウイルスっていう仲間で、 B 型肝炎というのはヘパドナウイルスという仲間で、 C 型肝炎はフラビウイルスという仲間、それぞれウイルスの種類が全然違うんですね。ちょっと余談ですけれども、ウイルスの名前にルナってついてるときは RNA ウイルスで、ドナってついてるときは DNA ウイルスとわかるんですけれども、これ A 型は RNA ウイルス、 B 型はDNA ウイルスなので、これ A 型肝炎と B 型肝炎で RNA ウイルスか DNA ウイルスかっていう時点で実は違うっていうことがあるんですね。それで言うと C 型肝炎は RNA ウイルスです。研究者の方々は C 型肝炎ウイルスの正体を突き止めるために研究を重ねて、ノーベル賞受賞の大きな理由の一つとして挙げているのが、検査を可能にしているということでした。その抗体検査というので、 C 型肝炎がその人が新型肝炎に感染しているかどうかを高精度な血液検査によって可能にしたというのが大きな前進だったということです。やっぱり C 型肝炎というのはもともと輸血などで感染が広がるということが問題になっていましたので、その検査が可能になることで安全な輸血が可能になったということが大きいということです。 C 型肝炎ウイルスは1970年代から1980年代にかけてその正体が明らかにされて、それのおかげで対処ができるようになったわけですけれども、当時はまだその遺伝子検査の技術が未発達だっただけに、その研究は現在考えられるよりもはるかに難しかったんだろうと考えてもいいと思います。最終的にそうやって C 型肝炎の正体が見極められたことで、現在の薬による治療で
ウイルスを消し去ることができるようになりました。新型肝炎ウイルスを体から除去することができるようになったきっかけとなった薬というのが NS5A プロテアーゼ阻害薬というんですけれども、ウイルスが持っているそのプロテアーゼというのを狙った薬になります。先日現在コロナの飲み薬として有望視されている薬の一つが 3CL プロテアーゼ阻害薬ですけれども、同じプロテアーゼ阻害薬でプロテアーゼはウイルスの治療において鍵になるんだなと、そんなところからもちょっと感じることができます。今日は2020年のノーベル賞受賞 C 型肝炎ウイルスの発見についてご紹介しました。ご視聴ありがとうございます。何か参考になった、ヒントになったと思っていただけましたらチャンネル登録をお願いします。よろしければ高評価ボタンもお願いします。ありがとうございます。ウイルスの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。